白ッコはフクロウオウムのオスの個体である。彼は BBC の番組ラストチャンス 2C の収録に来たスタッフをメスと勘違いして交尾しようとしたことで有名になり、後に彼をモチーフとしたインターネットミームパーティーパロットが誕生している。2010年国際生物多様青年に展開する自然保護キャンペーンの一環として当時の首相であるジョン・キーは1月、 シロッコを環境保護大使に任命した。2008年撮影シロッコは、1997年3月23日に南東の南、スチュアート島の近くのコットフィッシュ島で誕生した。生後3週間目に呼吸器疾患にかかったため、母親のゼファーから引き離され、人間の手による人工飼育が行われた。このため、彼は人間を仲間としてすり込まれており、 他のカカポとの交流は持たず、時には人間に対しても交尾をしようとする。その後、彼は2006年にウルバ島を訪れたほか、オークランド動物園やジーランディア自然保護区、サンクチュアリマウンガタウタリさんといった様々な場所を訪れている。20歳の誕生日を迎えた2017年3月23日、定期検診に訪れた科学者は白ッコを発見できなかったが、 2018年2月8日に発見され、再度発信機を取り付けられた。2009年、動物学者のマーク、カーワディンとテレビ司会者のスティーブン・フライは、BBC の自然番組ラストチャンス 2C の収録のため、コットフィッシュ島を訪れた。シロッコを撮影していたところ、シロッコがカーワディンに興味を持ち、彼の頭に飛び乗って、勾病しようとした。 この時の動画は YouTube に投稿され、1週間の間に再生回数は70万回を超え、1年後には200万回を超え、2012年には400万回を突破している。その後、ロっコの Facebook と Twitter のアカウントが開設され、多数のフォロワーが登録された。ありがとうございます。